アドルフ・アイヒマン、アドルフ・オット・アイヒマン、1906年3月19日から1962年6月1日は、ナチス政権下のドイツの親英隊将校で、最終階級は、親英隊中佐だった。ゲシタッポのユダヤ人移送局長官で、アウシュビッツ強制収容所、収容所所長は、ルドルフ・フェルディナント・ヘスへのユダヤ人大量移送に、関わった。 ユダヤ人問題の最終的解決、ホロコーストに関与し、数百万の人々を強制収容所へ移送において指揮的役割を担った。第二次世界大戦後はアルゼンチンで逃亡生活を送ったが、1960年にイスラエル長報特務長、モサドによってイスラエルに連行された。1961年4月より人道に対する罪や、 戦争犯罪の責任などを問われて裁判にかけられ、同年12月に有罪死刑判決が下され、翌年5月に公主刑に処された。アドルフ・アイヒマンは1906年3月19日にドイツ帝国西部ラインラントの都市造林園で生まれた。父はアドルフ・カール・アイヒマン。母はオーストリア系マリア・アイヒマン。アドルフは5人兄弟の長男で、 長男アドルフから順に、ジナゲ・ミール、三男、ヘルムート、長女イルムガルト、四男夫、であった。このうち三男ヘルムートは後に、スターリングラードの戦いで戦死した。父、アドルフ・カールはアドルフが生まれた当時、電気会社に募金係として勤務していた。上昇志向のある、専門職中産階級者の典型であった。信仰はプロテスタントだった。 アドルフは自身の回顧録に父について、私にとって父は絶対的な権威だったと書いている。1913年にアドルフ・カールはオーストリア・ハンガリー帝国のリンツあった同じ電気会社の役員に任じられ、アイヒマン一家はリンツへ移住している。母、マリアの旧姓はシェファーリングと言い,い、専業主婦としてアイヒマン家を守っていた人物だった。 アドルフを含む5人の子供を産んだ後、彼女は1916年に32歳で死去した。アドルフは立て続きに子供を産んだことが母の早い死の原因ではなかったかと後に語っている。母、マリアの死後、父、アドルフ・カールはすぐにマリア・ツァ・バルツェルという人物と再婚している。彼女はウィーンの資産家の娘で熱心なプロテスタントだった。父、アドルフ・カールとは、 教会で知り合った。アドルフはこのまま母について熱心で非常に良心的だったと語っている。オーストリアにおける子供時代、アドルフはやや暗い顔色をしていたため、他の子供はユダヤ人のように見えると彼を嘲笑った。当時のオーストリアはユダヤ人が居住するウィーンを中心に反ユダヤ主義が日常的に蔓延していた。アドルフは学校の成績が悪く、 リンツのカイザー・フランツ・ヨーゼフ国立実家学校を卒業することができなか、なお全くの偶然であるが、アドルフ・ヒトラーもこのカイザー・フランツ・ヨーゼフ国立実家学校に通っていたことがあり、同じく卒業できずに退学している。父、アドルフ・カールはこの頃には会社を退職し、ザルツブルクに 鉱材工場を起こしてその株式を51%持ち、自らの事業を始めていた。しかしこの会社はすぐに行き詰まり、その後、小麦会社や機関車製造会社に投資したが、これも財産を失うだけに終わった。アドルフは1921年に、海山フランツヨーゼフ国立実家学校を退した後、機械工学を学ぶため工業専門学校に通っていたが、 ここも卒業することなく中退している。その後、アドルフは、父のザルツブルクの鉱山工場で働いたが、すぐに辞めて、1925年から1927年にかけて、電気製品販売業者で働いた。さらに1928年からは、スタンダード石油のウィーン現地主会社にあたる、バキュームオイルカンパニーという株式会社で、販売員として働いている。 この会社に5年半ほど勤めたが、1933年には人員削減の対象として解雇されている。アドルフは後に、この解雇について、自分は独身の社員だったため、それが災いして人員整理されたと語っている。アドルフは石油会社に勤めていた頃の1932年4月1日に、オーストリアナチ党、国家社会主義ドイツ労働者党に入党の上、 新衛隊に入隊している、オーストリアナチ党員番号889,895、オーストリア SS 隊員番号45,326。アドルフの父、アドルフ・カールの事業仲間である弁護士、ヒューゴ・カルテンブルンナーの息子で、同じく弁護士のエルンスト・カルテンブルンナー博士の目で、あったという。アドルフ自身はイデオロギーにはさほど興味はなかったようだ。 1933年夏、アドルフがベロニカ・リーベル、愛称ベーラと結婚の準備を進めていた頃、オーストリアナチ党がオーストリア政府から禁止されたため、1933年8月1日に大韓区本部の命令でアドルフはドイツへ派遣されることとなった。アイヒマン一家はドイツ市民権を放棄していなかったし、 アドルフは失業中だったので、再度ドイツへ移住することになんだ問題はなかった。よって婚約者ベラと共に、ドイツのパッサウへ移住した。ベラとは1935年に、パッサウで結婚している。1933年8月から1934年9月までと、ダッハウで、バイエルン州地方警察から、オーストリア人部隊として、訓練を受けていた。なお、アドルフは、 ダッハウの親衛隊の訓練場にはいたが、同じ場所にあったダッハウ強制収容所の運営とは何も関係していない。アドルフはこの時の訓練時代を軍部の単調さが耐えられなかった。毎日毎日が全く同じで、繰り返し繰り返し同じことをさせられる訓練は国防軍の兵士と全く変わらないものでした。中力徹底的な補服前進でした。肘に張った。 万草孔なんかすぐに剥がれてしまって、中略私はどうやってここから抜け出すか、そればかり考えていました。そんな時に SD の人員募集の噂を聞きつけたんです。私はこれだと思いました。と解雇している。九百三十四年九月、当時親衛隊後長であったアイヒマンは SD に応募し、SD 長官ラインハルトハイドリヒ親衛隊中将により、 採用された。スティー・ー111カ、フリーメイソン担当課の補助員となった。同僚のディーター・ビスリチェニーによるとこの頃から、アイヒマンは、記録や、組織的な整理といった体系的な作業を好んだと言う。しかし数ヶ月で、人事異動となり、新英大将院が課長をしていたツー112カ、ユダヤ人担当課へ移動した。以降一貫してアイヒマンは、 ユダヤ人問題に携わることとなる。同年12月15日には、大臣ハンス・フランク博士を筆頭とする104名の、ナチス学者による、ナッショナルセジアラスタイシャス・ハンテブク F、アール・レヒトウンとコセッツ・ジェバングが出版された。ユダヤ人家の上官本ミルデンシュタインから読むよう、命じられたテオドール・ヘルツルの著作、ユダヤ人と国家にアイヒマンは、強い影響を受けたという。アイヒマンは、 ドイツ在住のユダヤ人をパレスチナへ移住させる計画に関心を示すようになった。1933年から1937年にかけて2万4千人の在独ユダヤ人がパレスチナへ移住していた。アイヒマンはこれをさらに拡大できないかと考え、1937年夏に長官ハイドリヒの許可を得てパレスチナ移住計画の可能性を評価するため、 上官のヘルベルト・ハーゲン、フォン・ミルデン主員の公認の2、112課課長と共に英国委任党治療パレスチナに赴いた。彼らはハイファンに到着したが通過ビザしか得られずカイロへ進んだ。カイロではハガナーのメンバーに会った。さらにパレスチナでアラビア人のリーダーに会うことを計画したが、パレスチナへの入国はイギリス当局によって拒絶された。 そのため外遊の成果はほとんどなかった。しかもナチスの政策は後にユダヤ人国家の設立を妨げる方向で定められたので結局経済的理由のためのパレスチナへの大規模移住に反対する報告書を置いている。オーストリア併合後の1938年3月当時親英大将位だったアイヒマンはユダヤ人問題の専門家として オーストリアのウィーンに派遣された。ロスチャイルド家の財閥ユダヤ人、ルイナ・タニエル・フォン・ロートシルト、男爵からナチスが没収した邸宅は、神衛隊の建物となり、アイヒマンは、ここの一室をあてがわれて、ユダヤ人移民局を起こし、オーストリアのユダヤ人の移住に取り組んだ。ユダヤ人たちの亡命の代償は、全財産であり、その所有物はすべて没収された。移住者は、 提示金として不可欠な外国が合わせを法外なレートで購入させられた。アイヒマンは移住政策を巨額のビジネスに仕立て上げたのだった。アイヒマンは1938年10月21日の報告書で着任の日から9月末までに5万人のユダヤ人をオーストリアから追放したと報告している。同時期のドイツでは1万9千人であったからアイヒマンの成果は歴然であった。 1938年6月の新衛隊内部の勤務表情は相悲慢に州の成績をつけており、彼の格別な能力は交渉、話術、組織編成、精力的かつ機敏な人物であり、専門分野の自己管理に優れた能力を備えていると記している。1939年1月24日には、名目上のユダヤ人問題責任者であるヘルマン・ゲーリングの命令で、 ベルリン内務省内にユダヤ人移住中央本が開設されることとなったが、これはハイドリヒがアイヒマンのウィーンでの働きを高く評価し、アイヒマンの方式を全国に拡大しようと設置したものであった。アイヒマンは新衛隊内でユダヤ人移住の権威として知られるようになり、ユダヤ人移住のマイスターなどと呼ばれるようになった。アイヒマンも後に述べているが、ウィーン自体は アイヒマンの人生で最良の時代であった。アイヒマンは、ロスチャイルドから没収した高級リムジンを公用車にして乗り回し、旧ロスチャイルド邸のワイングラからワインを持ち出して、同志たちと飲み交わして楽しんだ。1939年3月、チェコスロバキア併合により、米面命令保護領が誕生し、4月に旧チェコスロバキア首都プラハへ派遣されることが決まった。 当時親衛隊大尉だったアイヒマンは、ウィーンの移民局の仕事を、部下のロルフ・ギュンターやロイス・ブルンナーに任せて次なる認知プラハへ移動した。しかし、アイヒマン自身は後に、最初、私はウィーンを離れたくなかった。万事円かつ、かつ秩序正,正しく動いているのであるから、ウィーン勤務を手放しくないのは当然だった。と語っている。しかもプラハではアイヒマンは、 ビーンでの仕事ほど成果を上げられなかった。すでにほとんどの国でユダヤ人の受け入れを拒否するようになっていた上、ベルリンも保護領のユダヤ人追放より、来日、ドイツとオーストリア内のユダヤ人追放を優先したがっていた。しかしプラハ勤務時代はすぐに終わりを迎えた。ドイツのポーランド侵攻によって、 第二次世界大戦が開戦した後の1939年9月27日に保安警察、ゲシタポと SD が統合されて国家保安本部が新設された。アイヒマンはその法局、ゲシタポ局 B 部、中派部4課、ユダヤ人課の課長に任命され、ベルリン勤務となった。各地のユダヤ人移住局を統括する立場となった。1940年6月に フランスがドイツに降伏し、西部ヨーロッパはほぼドイツの支配領域となった。支配領域の拡大に伴い、ドイツの抱えるユダヤ人の数は大幅に増した。1940年6月の時点で、ドイツの支配領域にユダヤ人は325万人生活しており、彼らの追放先を探すことがドイツ政府にとって急務となった。アイヒマンは支配領域のユダヤ人を ポーランドのゲットーへ集中させていった。一方1940年10月にアイヒマンは、バーデンプファルツザールラントのユダヤ人7500人、どを、南フランスの肥料地域、ビシー政府領へ移送させている。このうち2000人以上のユダヤ人が、フランスの収容所で病死し、残りもほとんどがポーランドへ再移送されて、そこで殺害されたとみられる。アイヒマンによると、このフランスへの移送は、 新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーのとっさの思いつきであったという。並行して、フランス降伏から独ソ戦開始までの間、アイヒマンは、フランスの植民地であった、マダガスカル島へ、ユダヤ人を移住させる計画、マダガスカル計画の立案に熱心になっていた。しかし、何百万人も送るために必要な船舶がドイツには、ない上に、マダガスカルまでの回路がイギリスとアメリカに、 抑えられていることから、この計画をまともに取り合ってくれる上官はいなかった。独祖船の準備が始まる中、アインザッツグルッペンが組織されるなど、ユダヤ人は最終解決される方向で首脳部の意図が定まっていき、マダガスカル島移住計画は消えていった。本人の証言によるとアイヒマンは、1941年8月から9月頃に、 ラインハルト・ハイドリヒの口から相当アドルフ・ヒトラーの命令によりヨーロッパのユダヤ人がすべて絶滅させられることになったのを知らされたという。さらにこの時、ハイドリヒからポーランド総督不良ルブリンの親衛隊及び警察、指導者、オディログロボクニックの指揮下で行われているユダヤ人虐殺活動を視察することを命じら、ルブリンへ赴き、トレブリンか、後に、ここに、 トレブリンカ強制収容所が置かれるでガス殺を行う建物を視察した。ついで、アイヒマンの直属の上官である、ゲシタポ局長、ハインリヒ・ミュラーからの命令で、ポーランド西部地域のクルムホーフ、ポーランド語でヘウムノ。ここには、ヘウムの強制収容所が作られたで行われていた、ガストラックによるガス殺を視察し、またその後には、 ミンスクでのアインザッツグルペンのユダヤ人、銃殺活動の視察、さらにサイドルブリンのトレブリンカへ派遣されて、合殺を視察することとなった。アイヒマンは後に、イスラエル警察からの尋問に対して、これらの視察について、強いショックを受けたことや、制止できなかったことを強調している。アドルフ本人の証言によると、レンベルクの親衛隊司令官や、直属の上官ハインリヒミューラーに、 あれでは、若い兵士たちをサディストにするだけだと抗議を行ったという。1941年11月に、新英隊中佐に昇進。しかし以降の昇進はなく、アイヒマンの階級はここで止まっている。1942年1月20日に、ハイドリヒの命令で関係各省庁の時間級担当者が、ベルリン高級住宅地分税に集まった、いわゆる万税会議に、 議事録作成担当として出席し、ユダヤ人を絶滅収容所へ移送して絶滅させる、ユダヤ人問題の最終解決、イコール虐殺政策の決定に関与した。アドルフ本人も、この会議で、絶滅政策が決定されたことを認めているが、アイヒマン自身は会議の席上で一言も発言して、おらず、出席者の誰からも気に留められることもなく、ただ、タイピストと共に、 テーブルの隅っこに座っていただけだと証言している。この会議後、アイヒマンは、ゲシュタポユダヤ人家課長として、ヨーロッパ各地からユダヤ人をポーランドの絶滅収容所へ列車輸送する最高責任者となる。1942年3月6日と10月27日に行われた万税会議に続く二度の最終解決についての、省庁会議はアイヒマンが議長を務めている。 1942年3月から絶滅収容所への移送が始まったが、その移送プロジェクトの中枢こそがアドルフ・アイヒマンであった。総力戦態勢が強まり、一台でも多くの車両を戦線に動員したい状況の中でも通り省と接衝して輸送列車を確保し、ユダヤ人の移送に努めた。続く2年間にアドルフは500万人ものユダヤ人を 列車で運んだと自慢するように任務を着実に遂行した。アイヒマンの実績は注目され、1944年3月には計画のはかどらないハンガリーに派遣される。彼は直ちにユダヤ人の移送に着手し、40万人ものユダヤ系ハンガリー人を列車輸送してアウシュビッツガス室に送った。1945年にドイツの配色が濃くなると、 新英隊全国指導者のハインリヒヒムラーは、ユダヤ人虐殺の停止を命令したが、アイヒマンはそれに従わず、ハンガリーで任務を続けた。彼はさらに武装新英隊の予備役として、委任させられていたため、戦闘命令を回避するために、自らの任務を継続していた。アイヒマンは、ソ連軍が迫るハンガリーから脱出指揮であった、カルテンブルンナーのいるオーストリアへ戻ったが、彼は、 アイヒマンの任務がユダヤ人の根絶であることを知っていたため、連合国軍から責任を問われることを恐れ、アイヒマンとの面会を拒絶した。なお、アイヒマンは自身がユダヤ人虐殺の責任者であることを十分に認識していたことから、敗戦が現実味を帯びてくるにつれて、写真に写ることを極度に嫌った。ある日写真を撮られたことに激怒し、カメラを破壊した後弁償したという。 第二次世界大戦終結後、アイヒマンは進駐してきたアメリカ軍によって拘束されたが、偽名を用いて正体を隠すことに成功すると、捕虜収容所から脱出した。なおアイヒマンは死んだと思われていた。1947年初頭から西ドイツ国内で逃亡生活を送り、1950年初頭には難民を装い、イタリアに到着。 反共産主義の立場から、元ドイツ軍人や、元ナチス党員の戦犯容疑者の逃亡に力を貸していた、フランシス界の修道士の助力を得た。オデッサなどの組織の助力も受け、リカルド・クレメント、リカルド・クレメント名義で、国際赤十字委員会から渡航書、難民に対して人道上発行されるパスポートに代わる文書の発給を受け、 1950年7月15日に、当時親ドイツのファンペロン政権の下、元ナチス党員を中心とした、ドイツ人の主な逃亡先となっていた、アルゼンチンのブエノスアイレスに船で上陸した。この偽造と交渉は、2007年5月に、アルゼンチンの裁判所の資料庫から発見された。その後約10年にわたって、公員やウサギ飼育農家など様々な職に就き、 家族を呼び寄せ新生活を送った。1957年、逃亡したナチ戦犯の追及を続けていた。西ドイツの検事は、独自に調べた結果、アイヒマンが、リカルド・クレメントの偽名アルゼンチンに、潜伏しているという情報を入手。国内では、捜査が許可されなかったため、彼はイスラエル情報特務長、モサドに、情報提供を行った。 早速、ブエノスアイレスに工作員が派遣されたものの、アイヒマンも身分を隠しながら慎重に行動しており、消息をつかむことは容易ではなかった。しかし、彼の息子がユダヤ人女性と交際しており、彼女にたびたび父親の蘇生について話していたことから、モサド工作員は、息子の行動確認をして、アイヒマンの足取りをつかもうとした。2年にわたる入念な作業の末、モサドは、 ついに彼を見つけ出した。バウアーの側も、アイヒマンはクウェートにいると、偽の情報を発表し、アイヒマンに悟られないよう疑瞞作戦を行った。モサドのイサル・ハルエル長官は、ラフイエータン率いる作業班を結成させ、彼らと共に自らも、ブエノスアイレスへ飛んだ。作業班はアイヒマンに、いいと、コードネームをつけ、行動を監視した。最終的に作業班が彼を、 アイヒマンであると断定したのは、自身の結婚記念日に、彼が花屋で妻へ送る花束を買ったことであった。1960年5月11日、アイヒマンがバスから降りて自宅へ帰る道中、路肩に止めた窓のないバンから数人の工作員が飛び出し、彼を車の中に引きずり込んだ。車中で男たちは、親衛隊の聖望を出して、彼に被せ、写真と見比べて、 お前は、アイヒマンだなと尋ねた。彼は当初否定したが、少し経つとあっさり認めたという。その後アイヒマンは、ブエノスアイレス市内にあった、モサドの政府ハウスに置かれた後、5月21日に、アルゼンチン独立記念日の式典に参加した、イスラエル政府関係者用の LR 航空の、ブリトル・ブリタニアで、イスラエルへ連行された。出国の際に彼は、 酒を染み込ませた、LR 航空の客室乗務員の制服を着させられた、上に薬で寝かされ、酒によって寝込んだ、デッドヘッドとして、アルゼンチンの税関職員の目を誤魔化したという。同期は、当初ブラジルのサンパウロ郊外にある、ビラコッポス国際空港を経由して、同空港で給油する予定だったが、アイヒマンが登場していることが知られた場合、 元ドイツ軍人やナチス党員の先般容疑者を含むドイツ系移民が多く一定の影響力を持つブラジル政府により離陸が差し止められる危険性があったことからセネガルの中カールまで無給油飛行を行うなど移送には最新の注意が図られたイスラエル政府はしばらくの間サイモンビーゼンタールをはじめとするユダヤ人の民間人有志によって 身柄を拘束されたとして、政府の関与を否定した。しかしながら、最終的にその主張は覆された。ダビド・ベングリオン首相は、1960年5月25日に、クネセトで、アイヒマンの身柄確保を公式に発表し、世界的なニュースとなった。ハルエルは後に、アイヒマンの身柄確保に関して、ザ・ハウスオンがリバルディストリートを表した。作戦に参加していたとされる元モサドの、 ピーター・マルキンも、アイクマン・イマイ・ハンズという本を表した。獄中のアイヒマンは部屋や便所をまめに掃除したり、するなど、神経質な面はあったが、至って普通の生活を送っていた。獄中の彼を知る人物は掃除て、普通の、どこにもいるような人物と評した。本来は、このような移送方法は、国際法違反であるが、当時イスラエルとアルゼンチンの間には、 犯罪人引き渡し条約が結ばれていなかったため国家を介した引き渡しができずこのような強行手段によってイスラエルに移送する他に手段がなかったことが発覚するとアルゼンチン政府はイスラエルに抗議をしている裁判は1961年4月11日にエルサレムで始まったアイヒマンは人道に対する罪ユダヤ人に対する犯罪及び 違法組織に所属していた犯罪などの15の犯罪で起訴され、その裁判は国際的センセーションと同様に巨大な国際的な論争も引き起こした。275時間にわたって予備尋問が行われた。アイヒマンに対する証言により、さらに明らかにされた当時のドイツ政府による残虐行為はホロコーストの現実及び当時のドイツを率いていた。 ナチスの支配の弊害を直視することを全世界に強い。一方で自身にとって不利な証言を聞いているアイヒマンという人物が小役人的な凡人という印象を与えるものであったことが不手不手しい大役人であると予想していた視聴者を戸惑わせた。裁判を通じてアイヒマンはドイツ政府によるユダヤ人迫害について大変遺憾に思うと述べたものの 自身の行為については命令に従っただけだと主張した。また、ヒトラーの我が闘争については読んだことはないと述べている。この後半時にアイヒマンは、一人の死は悲劇だが、集団の死は統計上の数字に過ぎないという言葉を残したとされる。は、死刑の判決を下されてもなお自らを無罪と抗議しており、その模様は記録映像にも残されている。 1961年12月15日、すべての素因で有罪が認められた結果、アイヒマンに対し死刑の判決が下された。翌1962年6月1日未明にイラムラの刑務所で、公死刑が行われた。5月31日から6月1日の新夜中、イスラエルが死刑を行使する唯一の時間停止行後、遺体は裁判員が確認するまで1時間ほど、 公主代にぶら下がったままだったという。イスラエルでは、先犯以外の死刑制度は存在しないため、建国以来同国で執行された唯一の死刑である。遺体は焼却され、遺体は地中海に巻かれた。最後の言葉は、ドイツ万歳、アルゼンチン万歳、オーストリア万歳。この三つの国は、私が最も親しく結びついていた国々です。 これからも忘れることはありません。妻、家族、そして友人たちに挨拶を送ります。私は覚悟はできています。すべての人の運命がそうであるように、我々はいずれまた会うでしょう。私は神を信じながら死にます。であった。刑務官に、最後に何か望みがないかと言われ、ユダヤ教徒になると答えた。なぜかと尋ねられると、これでまた一人ユダヤ人を殺せると返答をしたが、 最後の言葉だという逸話もあるが、このような事実はなく、彼に、ナチ戦犯としてのネガティブな印象を与えるための、はじめとも考えられている。処刑後、アイヒマンはいかなる服従の心理に基づいて動いたのかそれが、学者の研究対象となり、役者の演技によって、疑似的に作り出された権威のもとにどれほどの服従を、人間は見せるのかが実験でされ、 アイヒマンテストと呼ばれることに話が繋がっていくミルグラム実験を参照。アドルフ・アイヒマンは1931年8月に彼の妻となるベロニカ・リーベル、ベロニカ・リーブル、愛称ベラと知り合った。ベラはチェコスロバキアのボヘミア地方村田の農家出身のチコ人女性であった。ベラによると二人が知り合ったのはリンツで行われた演奏会だったという。 ベラは出会って一目でアイヒマンに惹かれたという。ベラは熱心なカトリックであり、プロテスタントのアイヒマンとは信仰が異なったが、彼女はそれでもアイヒマンと結婚することに決めた。二人は1933年夏から結婚の準備を進めていたが、この頃、オーストリアナ地頭が禁止されたため、アドルフは妻のベラを伴ってドイツへ移住し、そこで結婚することとなった。 アイヒマンは1934年10月30日に、新衛隊人種及び、移住本部、ルシャに、結婚許可の申請をした。新衛隊の結婚には、ルシャの許可が必要であり、妻となる女性が、アーリア人であることを証明せばならなかったが、ベラは、チェコ人であったため、アイヒマンは、書類の形式を整えるのに苦労したようである。許可が降りた後、 二人は1935年3月21日にパッサーで挙式した。しかし、アドルフの同僚の親衛隊員たちの間ではベラがチェコ人であることは公然であり、ビルヘルムヘッドル、SS 少佐によると、チェコ人妻の存在はアドルフへの風当たりに原因の一つになったという。ベラも反教会的なナチ党を好ましく思っておらず、ナチ党への入党は最後までしなかった。 アイヒマン夫妻は、1936年に、ベルリンで、長男クラウス、クラウス、1940年に、ウィーンで、次男、ホルスト、ホルスト、さらにその後三男、ディーター、ダイエッターを設けている。親衛隊隊員、ディーター・ビスルチェニーによるとアドルフは、自分の子供には大変強い愛着抱いていたが、逆に妻はどうでも良い存在になっていたという。ベラは、 ドイツの敗戦後、オーストリアのアルトアウス勢で子供と共に暮らしていたが、アメリカの諜報部から尋問を受けた。ベラは、アドルフとは1945年3月に離婚しており、それから彼から連絡はない。自分が知る限りアドルフは死んだはずだ。と主張した。さらにベラはアイヒマンを指名手配犯から外そうとして、1947年にアイヒマンの死亡宣告を得ようとしたものの、 アイヒマンがプラハで銃殺されたのを見たと主張している者がベラの義兄であることをナチハンターのサイモン・ビーゼンタールが立証してこれを阻止した。1952年夏にアイヒマンはベラと子供たちをアルゼンチンへ呼び再び一家で暮らすようになった。ここで読む男リカルド・フランシスコ・クレメントを設けた。1959年にはアイヒマンのママ・ハハ・マリアが死去し、父、 アドルフ・カールも後を追うように1960年2月5日に死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。